ノルトルプは、ドイツ連邦共和国にダーザク先週、オスナブリュック軍北部のザムトゲマインでアルトラントを構成する、町村である。ハーゼタール保養地の一部として、アルトラントに位置する。ノルトルプは、北は、メンスラーゲ及びバートベルゲン、東は、ゲールで、南は、アンクム、西は、欠点カンプと境を接する。北海からの湿った、北西風の影響を受ける。 温大会養成機構である。ノルトルプの年間平均気温は8.5摂氏9.0度、年間降水量は約700ミリメートルである。5月から8月までの間に平均20から25日の夏日がある。ノルトルプは1169年にノートトープという表記で初めて文献に記録された。4家族が営む農場が列村を形成していた。 15世紀後半に、貴族のディンクラーゲ家が館を築いた。そのロックス転換は1682年に売却され、現在もここに住むハンマーシュタイン家の所有となった。1870年代の鉄道クバー・ケンブリュック、ライネセンの建設とこれに伴う工業化により、ノルトルプは農村から近代的な地方庁に発展した。数多くの典型的なアルトラントの木組建築や、 国家的な環境に立つ、ロクス転換ンンが過去を忍ばせる。ノルトルプ住民は、宗教改革に伴って、クバー・ケンブリュックのヘルマン・ボンヌスの働きにより、主に福音主義ルター派に改修した。これにより、カトリック住民の地域に囲まれた16世紀のアルトラントに、福音主義の少数派が発展した。しかし、対抗宗教改革後、ノルトルプでは、 カトリック住民の比率が再び大きくなった。これは主にクバーケンブリュック市やその周辺の農村に小さな教会区を形成していったフトゥスビュッシャーの働きによるものであった。1855年には869人のノルトルプ住民のうち496人がカトリック信者になっていた。ノルトルプは1855年6月21日の アロイシウス・ゴンザーガの祝日に完成した聖、アロイシウス礼拝堂を持つ礼拝堂組織として1908年までアンクムの教会に属していた。1908年3月25日、オスナブリュック司教フーベルトゥス・フォスは、ノルトルプにカトリックの教区組織聖アロイシウス教会を創設することを承認し、礼拝堂組織を固有の教会区に改編した。 現在の教会は1915年に完成した。20世紀後半、多くは、福音主義ルター派信者であった、旧ソビエト連邦からの移住者によって、カトリック住民の優位性は低下した。また、多くのバプテストの移住者も転入したが、その実数は分かっていない。ロクステン地区にはルター派の泥庭園教会がある。以下の表は、各年の12月31日時点での、 超域における人口を示している。数値は、1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計、及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は人口調査の結果である。この町の議会は13議席からなる。ロックステンカンノルトルプの見どころは、観光街道、 アルトラントイコールルート経由で行くことができる。デルケスカンプ放送、ノルトルプは、交通の便が良いリッチとリッチ環境の良さから、多くの企業があり、合わせて1000人以上の職場がある。特に大きな企業は、放送資材製造のデルケスカンプ放送や、食肉製品製造のケンパーブルストバーレンである。ノルトルプには、かつてクバーケンブリックフィルステナウラインセンの駅があった。 オスナブリュック交通会社のクバーケンブリュック行き及びフィルスティナウ行きの定期バスが運行している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。